はい、10月の1日になりました。村上純さんの展覧会の前日です。おおむね準備が整ってきたところです。はい、こんな感じでライティングも一応完了しました。ということで、前日の村上純さんです。はい。はい。一安心しているところです、はい、ということで、はい、今回は一応その展覧会にあたって、はい、鍵となる物語を作ったんですよね、はい、書きました、はい、で、まあ、こういう冊子にまとめたんですけれども、はい、まあ、これ会場来ていただいた方はお読みいただいたらいいと思うんですけど、基本的に、まあ、なんていうか、星のない国に生まれた、お姫様が、馬にまたがって旅をして、で、何が起こるかというような、まあ、そういう物語で、その物語のラストシーンに、この、まあ、ラストシーンというか、まあ、物語一貫してくるこの赤い馬で、ちょっと疲れちゃったお馬さんですよね。で地面に戻っていくような感じなんですけど、まあ、この物語について解説してください。はい、はい、まあ、舞台が星のない国に生まれてっていうことなんですけど、はい、そう、まあ、星がない国ってどういうことなのかって言いますと、はい、私、すいません、はい、もうちょっと、マスク取っちゃいましょう。マスク取っちゃいましょう。はい、声がくごもっちゃう。はい、そう、舞台になってる星のない国っていうのが、はい、まあ、メタファー、隠喩になっていて、はい、まあ、私はタロットカードとか好きなんですけど、その中に星のカードがございまして、はい、その星のカードの意味するものって希望だったり可能性っていうところなんですけど、うん、星がない国っていうのは、まあ、つまり可能、未来がない、希望がないっていう状態の国なんですけど、まあ、そこに生まれたお姫様がその星を迎え、新しく生まれる星を迎えに行く話になっていて、で、まあ、それ個人のある意味イニシエーション的な物語でもあるんですけど、その今私たちが生きてる地球とかも、研究者によっては、まあ、あと 5,60 年ぐらいでその文明としては崩壊してしまうっていうようなことをおっしゃる方もいて、で、まあ、それを打開するのにその中世以前の生活に戻るっていうのも一つあるんですけど、これすごい低い可能性として、これからも人間が発展していく方法っていうと、もっとそう、例えば太陽エネルギーも今も活用してますけど、もっともう太陽丸ごとの力をエネルギーに還元できれば、これまで以上の発展ができる、発展していけるっていうようなことをおっしゃる方がいて、だからそういう星を探しに行くっていうのはある意味結構リアリティのある意味合いも持たせてます。そうだったのか、はい、うん、そういうことなんですね、はい、まあ、だから僕はですね、星のない国ってそんなもんあるわけないじゃんと思って、星のない国って光化学スモークかよと思ってどんな過去なんだと思ったんですよ、その過去の物語だとしたらね、うん、でも星のない国って今だったんですね。あ、そう、びっくりしました。はい、はい、だからその登場人物の、はい、設定だったりとか、うん、そういうもの一つ一つに意味は持たせてるつもりです。そうなんですね、はい、現代の私たちの話として作りました、はいはいはい、なので今回の作品の一つ一つは、まあ、その物語から取ったものを、まあ、たくさん、そうですね、そうじゃないものもありますけど、はい、やっぱそういう星のイメージのもの、そうですね、はい、これもやっぱり月、月だったり、ね、そう、それに手を伸ばすような、あ、なるほど、仕草だったり、はいはいはい、そういうモビルカーですね、はい、これは何か意味なんですか。タンカシーウィゾーって物資の、はい、あれがモチーフなんですけど、このそう、まあ、みんなをどうしたらその
仏の教えがその伝わらない人にもどうやったら教えが届いてみんなを幸せにできるんだろうって考える像ですけど、そういう、なるほど、そういう考えてる像です。なるほどね。まあ今の世の中の問題について考えてる神様なのかもしれませんね。そうですね。だからちょっと、あ、そうだな、オチを喋っちゃうから黙っときます。オチが物語の、そう、物語、ね、あ、でもなんかその物語のオチです、これは。だから私的には、はい、まあ別にオチ分かってもいい、あんまり自信ないかも分かんない。あ、そうそうかな、なんかそうです。で、なんかこれも、はい、あの、まあ、星はもう自分の中に実はあって、はい、自分がその見てる先、その光っていうのは実は自分のから出てる光だったっていうようなイメージです。なるほど、そういうことですね。はい、ということで、展覧会は明日からです。はい、明日スタートです。はい、あの感染症、今日来ていただくと、あの、大変混乱してますので、ぜひ、あの、間違いなく明日から来てください。明日からよろしくお願いします。時々、あの、前の日に来る人いるんで、あわてんぼうのサンタさん結構いるんです。大体いつも大体1人か2人ぐらいいるんです。会期間違えて明日からです。はい、明日からですね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、待ちしてます。はい。